11番の中田秀俊、韮崎高校、この人はまだ高校2年生、1月の22日に17歳になったばかりです。そしてフォワードは2人です。おとといの西澤鈴木孝之の2トップから、今日は清水商業の2年生、安永宗太郎9番、それから南宇和高校から青山学院大学進学が予定されている12番の大木勉、この人も3日後の23日が誕生日で18歳になるところ、まだ現在は17歳、17歳コンビが今日の2トップということになります。監督は田中浩二さん、38歳です。控えの選手ですが、この中で19番の楢崎と24番の伊藤拓也がゴールキーパーの控えということになります。左から右に攻める、上下白のユニフォームがイタリア、そして右から左に攻めるナショナルチームと全く同じユニフォームを着ているのが日本ユース代表です。今前半のキックオフです。ボールを持ったコッツァから一旦ボールが後方に戻されました。前半10分を経過しました。倒されました。11番の中田秀俊、中田はまだこれ17歳になったばかりなんですよね。1月の22日が誕生日で17歳になりました。去年の世界の17歳が、大会でも活躍しましたし、まあ、将来本当に有望な楽しみな選手ですよね。いいですよね。今のでももうポーカーフェースでやってますから、ね、はい、そうですね、物落ちしてませんよね。さあ、ボールのところに立っているのは伊藤と、それから大塚、少し離れて中田、さらに離れて大森ですが、さあ中田のシュート、ロングスローの持ち主ではありますが、このポジションはちょっとロングスローを使うポジションではなかないようですが、かなり深いボールがありました。さあ、これはハンドか、わずかに手にボールが触れました。11番の中田秀俊、よく感じてましたよね。大塚君の裏側ですか、はい、ちょっと手に当たってしまいましたね。そうでしたね、はい、ヘディング、これはイタリアの勝ち。さあ、まだボールは、ボレーシュートを見せました中田ですが、これはゴールポストの右、ここでイタリアの選手が1人倒れています。188センチの選手、こういうケースで上がっていましたが、今日は下がってますね。下がったままです、はい、ショートコーナーです。クロス、ヘディングシュート、決まった。11番のマラッツィーナ、鮮やかなヘディングシュートでした。いや、今の素晴らしいです ね。前半の立ち上がりに一つヘディングがありましたけどね、はい、2度目は決めますね。今のは完全にあの点で合いましたね、はい、1対0、イタリア1点リードです。キーパーとしてはどうしようもないですね。伊藤のヘッド、バルビエロスライディングタックル、あっと、あ、お腹の上をわざわざちょっとマラツィーナ取ってきました。あっと、あ、イエローカードですね。2枚目になりますよ、これは。コッツァがそれを指してちょっと静止しに行きましたが、これは通りません。あ、そしてこれ、いや、ちょっと今放送席から見てもわざわざお腹の上を通っていた感じがありますよね。ここです、そうですよね、はい、右足で踏みつけていきました。かなり興奮しているような感じも受けますね、はい、まあ、若いですからね。後半は1人多い分ですね、はい、サイドからやはり攻めていこうということをおっしゃってました。あ、そうですか。それとですね、イタリア側なんですけれども、このサポーターがですね、非常に、まあ、ちょっと言葉にできないほどの、イタリア語で汚い言葉を言っていると、それがかなりナーバスになっている原因だということでした。ああ、そうですか、わ、はい、かりました。どうもありがとうございまし た。さあ、日本のコーナーキックです。ボールを蹴るのは今度は中田です。こういった後ですね、はい、ゴール正面に5番の中島が上がってきています。それから10番の伊藤、さらに8番の大塚、そして9番の安永が通ります。大木もいます。ヘディングシュート入った、来ましたね。大塚ですか、大塚君ですね。大塚のヘディングシュート決まりました。アイントラーとフランクフルトの時も安永からのセンタリングをヘッドで合わせて先制ゴールを奪っている大塚、まあ、いい動きでしたよね。ゴールが遠ざかるようにしてロングボールを、ファーのボールですよね、はい、後半11分、日本同点に追いつきました。ピタリと合いました。フリーになりましたね、
1対1同点です。怪我をしてちょっとレストの時間があって再開ですからね、こういった時は非常に集中力かけるんですよ ね、はい、そうでうね。ガルチリリンデからさらにサルビ、さあバキーニが行きました。中田がそこまで帰ってるわけですね。そうですね、中田が返しました。さあ前線は今大木と安原、その大木にボールが通るか、通りました。この辺り日本のチェックはどうですか。いいんじゃないでしょうか、ね、いいですか、はい。伊藤からセンタリング、ここはちょうど10番のサルミが帰っていました。上の選手でしょ、そうですね、元々はね、まあ、1人少ないということで意識は多分持ってると思うんですけど、はい、ゴール前までですからね、日本ボールキープ、大塚右足でセンタリング、逆サイドへヘディングで落とした、大きなシュートはクロスバーの上、ゴール前出てきて中田ですか、そうですか、あ、そうですね、あの両手に手袋をしているのが中田ですね、はい、前方へ大木、大森、大森からもう一度前、これは中田、中田からクロス、伊藤のヘッド、右足ジャストミートしました。中田のボールも見事でしたね、はい、まあ、左サイド大森君が粘ってて、最後は中田君ですよね、はい、ニアじゃなくて逆サイドまで振りましたよね、はい。後半27分、日本2点目、勝ち越し点を挙げました。この中田の逆サイドへのボール、シュートもよく抑えて打ちました、やはり外からの攻撃がやはり威力を受けました ね、 あ、そうですね、はい、あ、今しかし中田のボールに全く負けずに右足を振り切りました伊藤、はい、2対1、日本1点勝ち越し、今経過しています、残り17分、動きが良くなってきました、ね、あ、そうですね、あっとこれは後ろから足がかかりました。3番のトルビドーニ、あー、トルビドーニはこれは1枚、2枚目ですね、2枚目ですよ、あ、2枚目退場です、2人退場ということになりました。今濃いかどうかは別に完全に後ろからですね、後ろからはやはりいけませんよね、はい、大丈夫ですかね。そうですね、呆然とするジャンニーニ監督です。この縦パスは厳しいとは言う、両足後ろ蹴ってますからね、かなり思い切って振ってますね足をね。イタリアボールを拾うか、コントロールできません、あっとこれも後ろからです、ゲームにならない、ならないですね。バキーニもこれ2枚目ですよ、今バキーニでしょ、いや、バキーニだと思いますよね、バキーニですね、そうですよね、バキーニも2枚目でレッドカード、いや、3人退場とはちょっとね、確かに今のファールをそのままにしておくとちょっと、8番のビリッデがアウトです。とにかく守りは4人で固めるにしても、前がもう3人しかいないわけですからね。ここで日本はメンバーチェンジ、11番の中田が上がってきます。まあ、田中監督としてはこの2試合でとにかく30人集めた選手を全部試してみたいと、はい、まあ、なかなかそうはいきませんけれども、ね、はい、まあ、できるだけその力を試してみたいというふうにおっしゃってましたが、大木がカットしました。大木が相手をかわして前へ出ようというところ、相手が3人戻ってきています。さあいいパスが通った、正面フリーだ、決めたのは9番の安永壮太郎、ね、大木君からのパスも決まりました ね、 ね、大木に結局4人3人来てしまったわけですよね、3人も寄りましたんでね、はい、3対1、日本のリード2点と変わりました。ここで試合終了です。ここで試合終了。第1戦は3対2でイタリアセリエユース選抜が勝ちましたが、今日の第2戦は3対1、相手が3人退場になるという場面もありましたが、いずれにしても3対1で日本ユース代表が
イタリアセリエユース選抜を下しました。ユース代表がイタリア、イタリアのセリエユース選抜を相手にいい試合をしまして3対1で勝ちました。